はい、皆さんこんにちは、ターザンの細野です。そして高坂です。ガラの山です。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで今日は9周年コラボ予想。あー、大人気企画だ。大人気企画ですね。やった。はい、予想したかった。まあ、いわゆるモンフリがね、近づいておりますので、まあ、なんかコラボがね、モンストニュースでなんか発表されるんじゃなかろうかというところですよ。はい、はい、なので予想をしていこうじゃないかというわけですね。はい、イエーイ。イエーイ。あ、それ、はい、ナルトじゃん。これ一応説明してたら、これが何なのか分かんない人がいるらしいから。これおでこにつくんでしょ。これがね、何なのか分かんない人いるらしいですね、はい、え、マジで。これですね。それナルトっていう食べ物だっていうのをね、はい、覚えましょう。これは練り物系だよ、ね、知ってるでしょみんな。でももう最近見ないっす。確かに見ないですけどね、うん、これはラーメンによくね、あの入ってた。ラーメンにも入ってるし、町中華のなんかチャーハンとかにも入ってる時があるという。そうよそうよそうよ、はい、そうよ、ナルトですね。2000年代になってから多分少なくなってきたと思う、ナルトが。令和の人知らない。令和の人多分知らない。マジかよ。というわけで、ね、しっかり親が教えないと。ナルト、まあ、置いといて。ナルト、まあいろいろありましたけどね、うん、なんかそのやっぱなんかテンスラが熱いんじゃないかみたいな話ありましたけど、まあなんかテンスラがちょっとなんかその他のゲームでコラボしたと、うん、そうだね、この次に、はいはい、なのでまあ基本的にやっぱ被りはないので、まあそうですね、はい、はい、今回テンスラはなさそうと、うん、ほとんどなさそう、はい、99% ない、 99%、 まあなんか時期ずらして、なんか発表だけして時期ずらしてとかは全然ありえるけど、可能性あるからまだなんとも言えないけど、うん、まあ 99% ないかな、はい、はい、まあ年々フリークではコラボが発表されていて、はい、毎回その新しいコラボなんですよね、うん、まあ新規が多いですよね、基本的には。第2弾とかじゃなくて、うん、新しいコラボが多いので、まあ今までコラボしてない作品が来るんではなかろうかと言われておりますが、はい、どうですか。ナルトです。いや、ナルトですよね。はいはいはい、ありがとう。いやね、何も回も消されとるけど、ナルトはね、消されとるけどね、ナルトか今回、うん、ガチです。お、確定。いやね、確定です。毎回ナルトって言ってますけど、今回はその中でも厚めだとは思ってますね。なんでよ。まあアニメが20周年なんですよね。そう、20周年ですね。で、なんかオフィシャルサイトが今できるみたいな。そう、なんかナルト20周年記念のオフィシャルサイトが、まあ、ナルト側で出るとそういうことが告知されてて、それがなんと10月の3日らしいんですよね。モンストフリークが終わった次の日ってか、多分0時からビタンって開くと思うから、はい、モンストフリークの日ですよ、実質。すごいよね。いや、タイミングなんかすごいなと思って、はい、今までだってナルトのなんかさ、うん、そのなんだろう、動きっつうのがなかったからさ、うんうんうん、ねえ、だからナルト側でね、アクションなかったよね。そうそうそう、うんうん、だからそこのアクションが起きて、さらにモンストは周年重なっている。しかもやっぱり最近だと、まあ、ワンピースだったりとかさ、うん、夢のように、ね、そうそう、うん、ここするのね、まあ、ジョジョとかもそう。開いたのよ。そう、ワンピース開いてるから、いや、ならナルトも開くんじゃねって。そう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 、ジョジョ来てワンピース来て、うん、まあ、ナルト確かに、ね、いい流れかもしれない。そう、俺もう封印解かれたかね。うん、だからワンピースみたいな感じで、10月3日にそのナルト側のサイトでなんか、まあ複数のアプリとコラボ決定みたいなことを出すうちの一つにモンスト入ってんじゃねえって。もしかしたらね、あるんじゃないって思って、はい、だから今までナルトナルト言ってたけど、うん、今回本当にある。本当にナルト、本当にナルトの可能性がマジで出てきてるなって俺は思ってますけど。え、でもよかったね。確定。これ久々に言っちゃいます。やっぱペタってなった時もね、我々やっぱり確定っていうのを出してますからね。99% のナルトだろうっていう、確定濃厚、確定濃厚を重視だし、確定濃厚です。ああ、これナルトちょっとです。もうここまで来たらナルトです。今回だけはね、今回だけはもう本当にナルト。毎年言ってるから。毎年あなた方、毎年こんなこと言ってたって。ここまで言ってないよね。ここまで言ってないと思いますけどね。
まあダメだったら謝ればいいだけダメだったら謝る。いや今回は確定なんでまああん時ほどの確定よそんなことあったけどね俺はもうあんなあん時ってさやそう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 いやだからささっきも動画撮る前に話したけどさ、うん、もう一回ラーメン作ってほしいもん一旦ラーメン作りますからちょっと発表始まってほしいわ、ね、あれはやっぱりそういうことだったんだっていうそう俺たちの伏線今回収今回収されたんだっていう長らくっていうやつねやってほしいっすけどあの時は確定だったんだなっていう時をやっぱ思い出したいっていうね、うん、そうですね、まあ、壮大な振りだったんだなそうそうそう、まあ、7つの大罪さんに怒られる可能性はあるけど、ね、去年はリゼロだったね、はいはいはい、そうだね去年はリゼロでしたね、うんまあ、だから第2弾とかじゃなくて、まあね、新規のコラボが来ると考えると、うん、まあね、例年のあれですが、パターンから言うとね、うん、まあ、ナルトいいんじゃないかと。いや、ほんまに。まあ、ナルト側の動きも含めて、うん、これはかなり熱いぞと。うん。かなり熱い。うん。変化球で、ボルトって可能性あります。はい、ああ、そのね、はいはいはい、ネクストジェネレーション、ね。そう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 。次の世代のボルト。うんはい、ナルト出てくれるんだったら嬉しいですけどね。うん、普通に。ボルトでも、うんまあ、正直僕はボルトまだそのまだ覚えてないな俺覚えてないんで、うん、ナルト部分しか、うん、なので、ね、ナルトしてほしいんだけど、まあ、でもなんかラブライブサンシャインだったりとか、まあ、そあるじゃないですか一応飛び越えてみたいなまあだからボルトをの危険性危険性じゃない危険性じゃないラブライブの時はあの初代じゃなかったもんねそうそうそうサンシャインだったもんねそう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 その自分の中のドハマリゾーンじゃない方がしちゃう可能性そう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 今ボルトって言ったらナルト2なのでそうそうボルトは実質ナルト2でしょナルト1をやらずにナルト2でいきなり来る可能性もあるそう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 、うん、あるからね、 そうね、そしたらまあナルト2もちょっとまあちゃんとね、勉強してるというか、そうそうそう見て、見たら絶対面白いよね楽しめるよねっていう話ではあるか 軽くは見たけど、なんか全部パーッとは見れてないって感じかな、はい、っていうことですか山本さん、なんかないんすかいや、俺はね、でもまあ、でもチェンソーマンって結構前も言ってたんだけど、はい、チェンソーマンってまあやっとなんかね、アニメの雰囲気出てきたぐらいだから、うん、ちょっとやっぱ早いかなと思うよまあ、まだやってないから、ね、ある程度進んで、うん、ドンってくる感じだから、うん、大体ねだからチェンソーマンちょっと早いかなまだみんな電磁誰っていう状態だからそうっすね、まあ、でもなんか2月ぐらい怪しいんじゃないかって言われてね終わった後ですよねそうそうそう終わったらしっかり、まあ、みんなに今行き渡ったかなぐらいのそう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 、うんうんうん、そうだねだからまだちょっと今ではなさそうかなっていうところですよねはい、うん、でまあその後、はい、いい加減に窓か、うんあそれもマジで、うん、毎年言われてるやっぱマドカの誕生日ですから10月3日毎年来るのよ毎年やんマドカの誕生日ですからねもうだから来年も別に言われるのよ言われなかったら別にいい加減にマドカは全然なんかもうなんかどこいつすんのっていう感じまあ、うん、まあまあそうだねいつ すればいいの、まあ、どこのなんかスマホゲームもやってそうな、やってるよね、うんうん、大概、まあ、やってると思うイメージあるんですけど、うん、やってないアプリの方が少ないレベル、うん、コラボ1個でもしたところだなみたいな進撃と並ぶあのコラボ女王ですから、はいはい、まあ多いっすよね、はい、かなり確かにまあでもなんだろうね去年リゼロだったから、うん、なんかなんだろうそういう系来るかなと。あ、その美少女系というか。美少女系なんか、うん、ライトノベル的な。そうそうそう。なんね、はい。オーバーロード。オーバーロードは他とコラボが確か被ってるんですよね。悲しいな。うん、他のゲームと、うん、なので、うん、僕もオーバーロード嬉しいけどない。ダンマチ。ああダンマチとかはちょっと他のコラボとかちょっとまだ見てないですけど。ね、どうなんですか、ね。そういう感じのやつっていうとまあその辺もあるのかな。確かに確かに。はいはい、まあ全然。なんかそういう雰囲気のやつが来るイメージあるから、うんまあ、例えばまあしかもフリークだからフリークって SAO もそったじゃん、うんうん、あ確かにあれは2段だったけど確かに確かに、うん、なんかそういう雰囲気のやつが来がちだからナロー系ねそう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 、まあ、でもねテンスラがそこ一番の候補だったのね確かにあ、うん、それが消えちゃったからどうなんだろうっていう話なんですけど、はい、なるほどね
ハルヒ。いや、ハルヒとか普通に嬉しい。ハルヒとか普通に嬉しい。確かに。ハルヒはなんか嬉しい。うん、でも嬉しいよ、ね。どうでもないと思う。ラノベね。はいはい。なんか。噂ではとある系もあるんじゃないかな。ああ、まあ一回ね、あの、まあ、ありますからね。電撃コラボみたいな、ね。そうそうそう。一瞬あったんだよね。ね、あのイゼックスは出てないんだよね。出てないですね、イゼックスは。あの伊坂ミコだけだよね。は出てますけど、はい、うん、これだけいるんだよね、うん。あとあれか、アクセラレーターか。アクセラレーターいた。懐かしい。氷になったっけ、あれ。あ、違う。いや、氷になった。氷になった。うん。はい。懐かしいでしたね。はいはいはい、懐かしいですね。そう、だからまあ引く当時のあれだもんね。確かにこの辺とかも全然いいかもしれないね。うん、まあだけど、まあ、原作的な動きはどうなのかなとか思って。確かに、うん、やっぱそこをやっぱ関連付けられてコラボすることがやっぱモンスト多いじゃないですか。そうだね、まあ大体そのね、何か話が進んだりとかするから、それをこう盛り上げるためにコラボみたいなね、うん、パターンが多いって。じゃあ俺、うん、もう本当のやついっていいですか。はい、本当のやつ、やっぱいいっすよ。角度高めのやつ、ね。ああ、お願いしますよ。ちいかわです。シャドバ。本当のやつ。シャドバでした。これ本当のやつです。本当のやつ。はい。まあ、俺の予想言っていい？敵いるのあれ？敵？いっぱいいる。ああ、じゃあ出せる。まず、うん、あのモンストニュース、ちいかわコラボ発表されます。はい、最初の1日の方に。はい。で。90年検してチーカーとコラボしまーす、イエーイってやって、あの YouTube ライブで、はいはい、はっつってはってなるの。みんなチーカー好きじゃない。90年チーカーはっつって、あー、まあ、90年だからって。チーカーはね、あのすごいいいコンテンツだけど、そうそうそう、周年を飾るのはちょっと弱いんじゃないかと。なんか無料コラボっぽいよね。多分無料コラボで来ると思う。あ、無料コラボで来る。チーカー無料コラボで、あの、まあ、2週間ぐらい期間って、はいはい、もうコラボ、あの振り子終わってすぐ始まります。はいはい、もう0時から始まります。0時から違うみたいです。強いで、まあそこやるじゃない、やるっていう告知がされます、はいはい、で、うわー、9周年ちいかわか、まあ、まあいいけど、まあ9周年ちいかわかみたいな感じで来つつ、2日になるところは発表。おお、二段構え、まさかの発表。そうで、10月3日に、はいはいはい、あのもうサイトが開いて、はいはいはい、で、あのモンストのコラボ決定みたいな、うん、で、さらにナルトとチーカーはコラボ決定みたいな。ナルトとチーカーもコラボ決定みたいな。だからそのついでみたいな。で、多分発表していきなりって多分ね、なんかあのワンピースパターンだとちょっとないと思うんで。ああ、なるほどね、うん、長い目で、長い目で見て、うん、だからそのもう10月分のコラボを全部発表するみたいな。前半チーカーは後半になると、はいはいはい、なるほどね。そのパターンいいかもね。二段構えで楽しめる。これできます。オーブの予定も立てやすい。これ生まれんね。生まれん。チーカーはなると。これです。大丈夫、一応。いいですか。もう1候補ぐらい。大丈夫、あの。え、まあ、チーカーは軸でなんか増やしとくのも大丈夫。紐。え、うん、他にも多分。チーカーは窓か。そう、チーカーは窓かの線もまあ一応。あ、うん、いや、でもチーカーはナルトはあるけど、チーカーは窓かはないと思う。窓かチーカーは。窓かチーカーは、うん、多分チーカーはもう発表されない。別で発表されない。もう頭じゃなかったら切る。チーカーが、あの、後ろのことはない。チーカーはもう全くないか、もう、うん、一丁差し入れる。そう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 。あ、もう分かりやすいね。どっちか。うん、逃げ馬かな。逃げ馬。うん、なんで、あの最初にチーカーコラボ発表されても皆さん、あのまだあの気持ちは捨てない。大丈夫。気持ち捨てる前提になってるけど、ね、やっぱりなんだろうな、あの熱い作品ではないから、ね、今のところね。まあまあ、うん、心にぐなん、ね、そういうやつ感じじゃないから、その少年漫画的なね。まあそうだね、そうだね、はい、なんか思い出もなんかまだ、まあ、まあ浅い、うん、ナルトとかと比べちゃって言えば浅いからね、うん、なるほどね。可愛いけど、うん、ボアゾーさんどうですか。ちょっとあれ予想してくださいよ。いや、そうですね。いや、俺1日え、いいんすか、いいんすか、シンフォギアとか。いや、でもね、いや、だってね、違うよ、だからしてほしいやつっていうのはいっぱいありますよ、そら。いっぱいあるけど、いや、やっぱその自分でやっぱり信じてない情報がなさすぎる。自分でその言うのは自由だけど、それを
うーんってやっぱそのどうしても飲み込んじゃうのよ、それは違うだろうなみたいな、まあまあ、きついだろうなって思っちゃうのよ。なるほどね、そう、確かに確かに、そういうところがやっぱ辛いところですよね、こういうコラボ予想の言っては見たもの、でもやっぱ自分でやっぱ違うだろうなって思っちゃう。ちょっとこの辺に伏線貼ってるかもしれないから、ちょっと何の宴の伏線、ちょっとこのバナーとかに伏線あるかもしれないから、いやでもジャンプのやつも結構ね、でもまあ、ナルトもでもね、フォートナイトとコラボとかしてたし、フォートナイトしてます ね、 ね、あと、なんだっけ、あるとそういうのね、消滅阻止だっけ、そう、だいぶ昔で消滅阻止、だいぶ昔に消滅阻止でナルトをやってるんだよね。でもね、フォートナイト絡みで言ったら、ドラゴンボールもしてました、ね、うん、はい、そうなんですよね、まあ、でもあれスキン系っていうね、まあそうだね、結構特殊じゃないですか、別にキャラをポンって出すわけじゃないから、そうだね、モンストロに実装ってなったらもうもろもろもうやっぱりキャラの性能とか出ちゃうんで、うん、そこをどう思うか、ね、ドラゴンボールも熱いかもしれない、ドラゴンボール嬉しいっすね、うん、普通に映画とかもやってたし、まあ、その終焉とかちょっと分からないけど、うん、こいつキューベだ、キュービット、これ伏線、キュー、キューの部分、キュートだよ、だってキュート、キュートだ、ウだよ、キュー、ウだよ、キュー、まあ、一文字違い、いや違う違う、名前がキュー、キュート、はいはいはい、キュート、え、キュービーそっちそっちこれ、あのナルトコラボの伏線ってこと、キューベの伏線ってこと、見たくありますね9周年だからと、そんな感じだと思います、そんな感じで降臨がさ、なんか蛇が多いみたいなとかさ、うんうん、なんかいろいろ言われてるけどさ、俺ちょる、そうだ、おかしくないからな、そうだけど、そうもう点数ラーがないってことがほぼほぼ確定した中で今まで騒がれてたからちょっともうそこはなさそうだな、でも思ったり、あの前回のさ、あのフリックじゃなくてフラッパーの時のさ、うん、あのこういうコリンあったじゃん、はいはいはい、フラッパーの時もこういうコリンあったんだけど、あそこにさ、なんか天下五剣の重心化がさ、あの匂わせられてたみたいな、え、そうなんだ、あー、あれね、フラパの時ね、そう、フラパ、はいはいはい、なんか剣が湧くんですけど、それが5個剣が湧いてる、そうそうそう、なんか星型になんか5個剣が湧くステージが謎にあったりとか、じゃあ、ここであるかも、なんか匂わせてくる、確かに、うん、ここでなんか匂わせてくる、このクエストはマジで超注目です、確かに、超注目クエスト、忘れてたわ、それ、うん、あそこでもかなり匂わせっぽかったもんね、これ匂わせてきます、このキューピットでは、うん、ここがヒントになるのか、うん、ここがヒントになると思うんで、よろしくお願いします、コラボのヒントあり得る、で、バボドンは結局何ですか、これはじゃあ、これじゃあドラゴンボールしようかな、ちょっとジャンプ系熱そうだから、はいはいはい、うんうんうん、嬉しいですね、確かに嬉しい、じゃあ僕ナルト単勝で、ナルト単勝これじゃ違うな。え、だってジャンプって何かあったっけ、マジで。なんかやってないやつって。なんかそのスラムダンク。スラムダンク、スラムダンクいいっす、ね。いや、なんかほら、戦う系とかだとさ、やっぱ第2弾かなみたいなやつは結構あるじゃん。うんうん、そのブリーチとかもの何弾か分かんないけど、そのそんぐらいとかさ。うんうんうん。ボー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 やってないっすよ。やってないっすよって。激アツね。って言われても。あとは、台湾版では来てるワンパン、ワンパンね、うん、まあ、ちょうどジャンプ系だよね、そう、はいはいはい、こっちの日本では来てないけどあっちでは来てた、うん、はいはいはい、だけど今あ動きがないからちょっと怪しいかなっていう感じ、うん、まあ、あとは言われてるっつうかずっと言ってるんですけど、ブラクロとかね、あー、ブラクロ、ブラクロも、うん、はいはいはい、その辺だったら、まあ新規だったら結構まああるのかなとか思ったり、でも来年映画とかだったのかな、ブラクロは、だからそのタイミングがバッチリっぽいんで、まあここで使っちゃうのはみたいな、まあそうだなとかいろいろあったりして、ディグレーマンとかも好きだな、まあ、ゆえになるとかなみたいな、はいはい、なんかだんだん俺もナルトかもしれないって気持ちになった、あ、本当ですか、ナルトっすよ桜井さんもね、今回は今回ばかりはナルトっす、いつも宮本さんがね、確かに無理やりご利用してる、いや無理やりじゃないっすよ毎回ナルトだと思って言ってますけど、ね、じゃあナルトコラボ第1弾ね、水木先生まで、
そう、そう、あの波の国編まで刻むな。ああ波の国編まではやる。波の国編まではザブザブではやる。そう、あの水木先生まではさすがにあの一巻の半分ぐらいだからあの超級水木先生よ、下手したら区内とか出てくる。区内出てくるいやまあそう、あとはこう、あとコードギアスとかだな。あとあギアスね、確かに言ってなかったね。あ、まあ、言ってなかったけど、確かに来てほしいなって思ってる。また、まあ、ナルトっすけどね。はい、ということでナルトということなんでね。ぜひ皆さんもね、楽しみに待ちましょう。はい、ということで以上になります。我々ね、メンバーシップもやってますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。